国水リ州の中央部北、水リ川の北岸に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は44,332人であり、2000年の47,66人から8.7%増加した。郡庁所在地は、フルトン市であり、同郡で人口最大の都市は州都であり、コール郡にもまたがるジェファーソンシティ市である。 フランクリン軍は1820年11月25日に組織化され、軍名はダニエル・ブーンの孫であるジェームズ・キャラウェイにちなんで名付けられた。キャラウェイは1815年にインディアンと戦っている時に殺された。南北戦争の時に住民が北軍と対峙する事件があった後、キャラウェイ軍はキャラウェイの王国と呼ばれるようにもなった。キャラウェイ軍は ジェファーソンシティ大都市圏に属している。ホルツサミットにサミットレークワイン醸造所が設立され、ミズーリ川沿いのミズーリラインランドと結びつくようになった。ブドウ園とワイン醸造所は19世紀にドイツ人移民が入った地域で最初に作られた。1960年代以降、州全体でワイン作りが復活してきた。ミズーリ川の北岸に位置するキャラウェイ軍は、 主に、ケンタッキー州、テネシー州、バージニア州といった、アップランドサウスと呼ばれる地域から移住してきた開拓者が入った。彼らは、奴隷と共にその制度をこの地域に持ち込み、すぐに、テネシー州、中部やケンタッキー州で栽培していたアサイやタバコの栽培を始めた。州の中央部、ミズーリ川の南北両岸に、南部人が多く入った開拓地の一つである。 その文化や伝統を持ち込んだのでリトル・ディキシーと呼ばれるようになり、キャラウェイ軍はその中心だった。1860年の人口のうち25%以上が奴隷であり、州内の他地域よりも高い比率だった。南北戦争の時、軍民は外して南軍を支持した。水売川流域に入った開拓者として、ドイツ人移民がおり、地域に 強力なワイン産業を起こし、ドイツの影響を残す建築物のある町を作った。禁酒法が始まるまで、ミズーリ州はワインの大生産地だった。1960年代以降、ホルツサミットのサミットレークワイン醸造所など、多くのドウ園やワイン醸造所が復活した。キャラウェイ軍はミズーリラインランドに属しており、ミズーリ川の両岸にセントチャールズ軍から、 キャラウェー群まで広がる、ドウ栽培地域になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、群域全面積は847.34平方マイルであり、このうち陸地838.84平方マイル、水域は8.19平方マイルで、水域率は0.97%である。キャラウェー群はプレーリーから、岩の多いオザーク高原へ移行する境目にある。 軍北部は比較的平坦で大きな森林地はない。南側軍境はミズーリ川であり大きな丘陵や谷に森林が茂っている。西側境界の南半分はシーダークリークである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キャラウェイ軍は18の軍区とフルトン市に分割されている。その他にリジウッドビレッジのような自治性。 法人化地域も軍内に入っている。軍内にはキャラウェイ原子力発電所がある。軍内の高等教育機関としては次のものがある。キャラウェイ軍の地方レベルでは民主党が大半の政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職は半分以上を独占している。2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙で、 キャラウェイ軍は二大政党の候補者をどちらも、州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、さらに共和党予備選挙で、各候補に投じられた票数よりも多かった。ありがとうございます。